ベルベチンの藤原です。本日もオンラインストアにアップされる商品をご紹介いたします。ここにはオンラインストアのみになっております。お問い合わせの方はですね、ベルベチンホームページにありますベルベチンウェブストアの方にお問い合わせください。これから紹介する商品は6月30日の、夜の21時にアップされる商品になります。よろしくお願いします。詳しくは概要欄の方に貼ってますのでそちらの方チェックしてみてください。ではまずは、こちらベトナムのファティーグジャケット、はい、こちらももう定番ですね。グリーンリーフです。はい、これもねこう袖のこの感じが袖の方グリーンが多いですね。この緑がやっぱ多いのね、かっこいいですね。はい、こちらサイズが、スモールレギュラー、はい、スモールレギュラー僕がねジャストサイズです。はい、まあこれから秋口少し羽織るのにちょうどいいんじゃないでしょうか。こちらで9800円に消費税です。キュッパー、はい、続いて、こちら、はい、ブラック357ですね。はい、もう定番です。こちらもスモールレギュラーです。はい、まあデッドストックですね。スモールレギュラーこれもね僕同じくこれジャストサイズです。はい、これでラージショートというのをね紹介させていただきます。こちらスモールレギュラーです。デッドストックでこちらも9800円に消費税です。キュッパー、はい、こちら US アーミーのねこちらもデッドストックなんですがチョコチップカモ、はい、こちらがミディアムショートですね。はい、このショートいいですね。ショートが珍しいと思います。はい、こちらも多分僕が着て、ちょうど気持ちゆったりしますけどね。これショート丈だから着やすいと思います。はい、こちらチョコチップカモのデッドでサイズ M 7800円に消費税。そしてこちらがパンツです。セットアップなんですけども、はい、こちらパンツの方もデッドストックですね。はい、チョコチップカモ結構かっこいいですね。はい、こちらはスモールショートです。はい、スモールショート自分がジャストサイズですね。はい、ちょうど丈いいですね。こちらパンツの方も7800円に消費税です。 7% ですね。はい、続いてリバースイブです。こちらエクストララージ刺繍です。赤ですが、はい、アイオワで3段ですね。このひび割れプリント、はい、いい感じです。エクストラちょっとゆったりしますが、はい、こう状態がね非常にいいです。リバースイーブで、はい、こちら7800円に消費税ですね。続いてパーカーです。チャンピオン刺繍タグのエクストララージ、はい、こちらグレーのパーカーですが、はい、胸にチャンピオンで刺繍が、クルーネックはね結構見ますがこのパーカーの刺繍ね、まあ、インパクトあって可愛いですね。はい、まあ、エクストラージちょっと言ったりしますがパーカーなので、はい、なんか女の子が合わせてもらってもいいかなと。グレー非常に程度いいです。バキバキの状態ですね。はい、こちら9800円に消費です。キュッパーです。はい、続いてもパーカーです。こちらダブル XL 刺繍タグです。ちょっと大きいですが前、はい、ラウンドのひび割れプリント、はい、ちょっと大きめです。はい、竹長いの寿司ですが実はバックプリントです。はい、 B と入ってます。こう両面のプリントね非常に珍しいですね。はい、XXL でもこれは両面プリントいいと思います。こちら9800円に消費税ですね。続いて T シャツです。はい、こちらもうちの定番です。フルズオブザルームのサイズラージデッドストックです。象のプリント両面ですね。はい、こちら6800円に消費税。そしてカクテルティーですね。カクテルティーこちらエクストララージのデッドストック、はい、こちら7800円に消費税です。続いて、はい、こちらエクストララージですけどオンプティーですね。はい、こちらもデッドストック、こちらで12800円に消費税。12%です。続いてディック・トレーシーの、マドンナですね。はい、こちらも XL、 こちらデッドストックです。はい、インパクトありますね。はい、
こちら 12,800円に消費税です。そしてマリリン・モンロー、はい、こちらラージのデッドストックですね、はい、かっこいいですね。黒ボディ L、 僕ちょうどいいサイズです。こちら 15,800円に消費税です。いちごパン、はい。そしてこちらもマリリン・モンローのラージのデッドストックです。はい、もうこのね定番のプリントですが、はい、こちら 19,800円に消費税、19パーです。はい、ちょっとね僕のチョイスでまたこうインパクトある T シャツという形で、キスエリング、はい、ボディがミディアムサイズです。はい、ちょっとねミディアム自分には小さいんですが、はい、水色、しかも後ろにも、はい、プリントあります。ちょっとね女性の、はい、方が着ても可愛いと思います。こちら9800円に消費税ですね、はい。そしてこちらプリントいいですね。こちらもキースヘイニング、はい、ヘインズボディのラージです。はい、ちょっとラージでもねこれゆったりめです。はい、自分が結構ゆったりめで着れます。後ろはねプリントないんですが前のみの、はい、プリント、結構大きいサイズ少ないです。こちら19,800円に消費税です。19%。はい、こちらちょっと古めのフルーツオブザルーム、はい、エクストララージです。このプリント可愛いですね。ラブイズで、はい、これ男の子と女の子みたいな、ちょうど自分が着てゆったりでですね、白 T でプリント可愛いと思います。はい、こちら6,800円に消費税ですね。続いて、はい、ポルシェ T シャツ、はい、ちょっとタグはねカットされてますがサイズラージです。はい、50-50のボディで白ボディです。もう胸にポルシェと、はい、まあ、インパクトあっていいと思います。はい、状態綺麗ですね。こちらで7,800円に消費税ですね。はい、続いて、はい、こちらで、サイズがフリーサイズですね。ワンサイズと書いてます。めちゃめちゃちょっと大きい XL、 WXL ぐらいありますかね。はい、ウッドストックです。はい、プリント後ろもウッドストック94と入ってます。はい、まあ前はねもう思いっきりインパクトある、はい、プリントですね。ウッドストックの定番です。はい、こちら9,800円に消費税ですね。はい、結構ダボっと着るのにはいいと思います。はい、続いてこれもサイズがエクストラージ、はい、まあ花の絵です。フラワー、はい、90年代ですね。まあ、これもエクストラージちょっとゆったりしますが、はい、インパクトありますね。可愛いプリントだと思います。はい、こちらで7,800円に消費です。7%。はい、続いてこちら映画のアルマゲドン、はい、エクストララージボディです。はい、黒のエクストララージちょっとゆったりしますね。はい、これもでもボンとプリントインパクトあります。アルマゲドンかっこいいですね。袖にも、はい、プリント入ってます。こちらで9,800円に消費です。キュッパー、はい、続いてチャンピオン、はい、バータグのエクストラージ、もう見るからにほぼデッド状態ですね。はい、バキバキです。で胸にシンプルに染み込み Y、イエールじゃなさそうですが、はい、まあ Y の染み込みです。エクストラージ自分がねちょうどいいサイズだと思います。着丈はねちょっとあるので一回乾燥機入れてもいいかもしれませんね。はい、こちら5,800円に消費税ですね。続いて、はい、ボーダーティーなんですが、はい、こちら、サイズがミディアム、はい、でグレーと白のボーダーティーです。ちょっとねあの太めのボーダーなんでかっこいいですね。ちょっとミディアム僕には細いですが、はい、色目的にすごくかっこいいと思います。ちょっとこうね囚人服っぽい感じでかっこいいです。はい、
こちらで6800円に消費税。続いて、はい、ヘインズボディのラージボディですね、はい、こちら、今日僕もね着てます。こういったこれ箱にね入ってる、本屋、アメリカの、ね、図書館とか本屋で売ってたっていう T シャツです。これちょっと有名な、いろんな方がいるんですけど、はい、これ92年入ってます。このプリントもね可愛いですね、はい、僕のとちょっとこう違うパターンですが、はい、こちらユーズドで7800円に消費税です、はい、続いてチャンピオンのトリコエクストララージです、はい、ボディねちょっとこうグレーの色がね変わってます。霜降りのグレーじゃなくてちょっと薄めのグレーですね、はい、エクストララージ自分がちょっとゆったりしていいサイズかと思います。前がね、珍しいです、こうフロッキープリントです。 T シャツにしてまあなんかリバースとかでありそうですけどね、 T シャツでこのフロッキープリントって珍しいと思います。はい、こちら6800円に消費税です。はい、続いて随分ラブラブな T シャツなんですが、ヘインズボディのエクストララージ、はい、ちょっとゆったりしますが、はい、ハートがいっぱいです、うん、このぐらいね、インパクトあるのが好きな方は、ちょっと下は僕クロスで上ハートだとちょっと激しいですが、まあ、こういったプリントも可愛いと思います、はい、僕はチョイスするの珍しいと思うんですがね、はい、ハートティー、こちら6800円に消費税です。はい、続いて黒ボディでエクストララージですね、 100% コットンの、はい、よく見ると後ろ、はい、マイク・タイソンです。かっこいいですね、バックプリント非常にかっこいいと思います、はい、ボディの状態かなり状態いいので、はい、黒いボディです。胸がワンポイントですね、胸ワンポイントで、バックプリントがこのプリントがかっこいいですね。マイク・タイソン T シャツ、はい、こちら12800円に消費です。続いて、はい、ちょっとタグがね切られてしまってるんですが、黒ボディのいわゆる美女と野獣ですねの映画、プリントかっこいいですね、はい、ここのバラの部分だけちょっと刺繍になってて、はい、多分ボディがねエクストララージじゃないかなと思います。自分でゆったりしますね、はい、後ろは無地です、はい、美女と野獣の T シャツ、こちらで7800円に消費税です。続きまして、こちらチャンピオンですね、はい、リバーシブルティの、はい、バータグのスモールサイズです、はい、まあ、ブルーと裏ホワイト白ですねのリバーシブルティ、スモールサイズなんですがこのプリントはいいですね、はい、ラバープリントのラウンドに、まあ、いわゆるヘビですね、はい、このプリントかっこいいと思います。スモールサイズなんでね、着れる方がいいと思います。こちら6800円に消費税ですね。はい、続きましてこちら、ディック・トレーシーの肩にこれねプリントあります。マドンナだと思いますねプリントは、はい、こちらもデッドストックのエクストララージ、はい、このサイズ感になったらいいと思います。僕も、はい、これ結構かっこいいですね、ちょっと僕も結構いいなと思いました、はい、デッドストック、マドンナのディクトレーシーですね。こちら7800円に消費税です。7%。はい、続いてこちらもフルーツオブザルームのボディです。はい、双方なので今ニューヨークのですね。はい。まあインパクトのプリントです。染み込みのプリントなんですが、はい、こちら7800円に消費です。7%。じゃロンティーなんですが、こちらフルーツオブザルームボディですね。黒のロンティー、まあちょっとこちらは、まあ音楽のプリントでしょうか。はい。まあ後ろは無地で前プリントだけですが、こちらもインパクトありますね。まあ黒のロンティーだったらね、はい、これから普通に秋口着れると思います。こちらもプリントいいと思いますね。はい。こちらで9800円に消費税です。9%。はい、続いて革靴なんですが、はい、こちら、は
い、ブルックスブラザーズ、はい、ブルックスブラザーズのローファーですね。サイズが、はい、10ですか、ね、はい、まあ、28ぐらいですかね、はい、まあ、ソールも、はい、ちゃんとこう張り替えていますかね、はい、まあ、中古ですが状態はいいと思います、はい、まだまだ履けますし、あのうちの方もねちょっと手入れしてますので、はい、こちらブルックスブラザーズのローファーサイズ10です。 12,800円に消費税1人。続いてこちらのブーツなんですが、はい、LL ビンです。なんか LL ビンっぽくないんですが、はい、こちらベロのとこに LL ビン、はい、サイズが、9ですね、 9D です、 D ワイズ、はい、こちらも下コルクで、はい、ビブラムの程度いいですね、はい、革質もすごくいいです、レッドイング張りの、はい、で前に特にスチールとか入ってません、丸いタイプの、これね紐とか変えてもかっこいいと思います。こちら LLB のブーツサイズ9で 15,800円に消費税です。15。続いてヴィンテージスウェットです。はい、この間の入荷でましたフルーツオブザルーム、はい、の前部位です。この間ねデッドストックがあったんですが、こちらね多分エクストララージ自分が着れるサイズですね。ゆったりします、はい、無地なんですが状態は非常にいいですね。長リブで、はい、長リブで V もかっこいいです、はい、まあ、タグも残ってますし、はい、状態がねほんとワンウォッシュぐらいの程度です。リブもね全然伸びてないです、はい、こちらフルーツオブザルームのエクストララージの前 V 12,800円に消費税です。12%。はい、そしてこちら、はい、デッドストックのパーカーなんですが、ちょっとねタグがこの内側にこう縫い込まれてしまってます、はい、サイズミディアムサイズの、はい、デッドストックのパーカーです。中がねサーマルタイプ、はい、フードの中がグレーでボディの裏地は白です。はい、サーマルのデッド霜降りグレーで非常に形がいいんです。はい、ちょっと M なのでね僕は小さいんですが、はい、形が非常にいいです。そしてここにシールの、はい、デッドストックのシールまでついてます。ここにミディアム、はい、ありますね紙が、はい、この状態でねパーカー出てくるの最近なかなかないです。60年代あたりでしょうか、はい、デッドストックの、サーマル付きのパーカー2フェイス、こちら 29,800円に消費税です。29%。続いて、はい、久しぶりに紹介できます、はい、リーバイスのセカンドです。 507WX、はい、ここの縦のステッチがこう横に行ってます。はい、あとステッチですね、下チェーンステッチと下がシングルステッチ、はい、そして赤タブは両面ですね、はい、なのでレザーパッチの両面タブ、はい、そしてサイズがですね、はい、自分も着れます、多分42ぐらいですね。サイドにハギ付きです、はい、ハギはね一応42以上って言われます、はい、なので、こちら一応測った感じでいくと元のサイズが44ぐらいです。44のパッチが縮んだサイズ、今実寸がね42ぐらいです、はい、全体的にね少し肩とか焼けがあったりするんですが、はい、まあ、逆にね濃いのお持ちの方、逆にこう秋口ちょっと薄く着たいなと、まあまあ夏でもね肩からかけたりも使えますし、逆にこのぐらい色が落ちてるというのも合わせやすいかなと思います。だから全身ね黒にしてなんかこれだけ羽織とかっていうのももう一気に雰囲気が変わりますね、はい、なんかこの焼け感もね全然かっこいいと思います。まあ実はねこのデニムの状態がねまだまだいいので、この思い切ってね焼けちゃってる部分含めて思いっきりブリーチして白くしても白いジージャンにしてもありかなと思いますね。まあそういうことも考えてもらうと、はい、こちら 507WX、まあ、42ぐらいです。サイズは158,000円に消費税です。158,000円消費税、はい、続いて、はい、今回ちょっとねビッグサイズなんですが、はい、チャックテイラーです。はい、かかとも、はい、ワンスターのヒールですね。サイズが14になります。
はい、14ちょっと大きめですが、はい、もう大きい方にぜひ、はい、いわゆるもうこれも定番ですね、からし色ゴールド、はい、まあ、人気ありますねこの色も、はい、状態もねユーズドですが、はい、全然かかともまだ減ってませんしいいと思います。こちらチャックテイラーのゴールド、サイズ14で29,800円に消費です。29%です。そしてこちらもサイズ14になります。同じくネイビーですね、ネイビーのチャックテイラー一つ星です。はい、まあ、状態こちらもね、ユーズドですが、ちょっと前のね形が若干はい擦れてる部分もありますが、ネイビーチャックテイラーこちらも29,800円に消費税 29% です。はい、そしてちょっとだけ小さいこちらサイズ13です。はい、13、赤のチャックテイラーで一つ星ですね、こちらも。はい、ちょっとかかと若干削れてますが、まだまだ履ける状態だと思います。赤のチャックテイラーサイズ13、こちらも29,800円に消費税です。 29%。 そしてはい、黒のハイカット、こちらがね13ハーフです。ちょっとねトゥーのここの部分は少しひび割れきてますが、はい、13ハーフ黒のハイカット、もうね人気ありますね。こちらは少し左側だけ焼けてます。はい、かかとも一つ星、まだまだ履けますね状態的に。はい、黒のハイカット13ハーフで39,800円に消費税 39% です。はい、まあ、昔ビッグフットとかってね入りましたね、僕らは若い頃は。はい、ぜひチャックテイラー4足久しぶりの入荷です。はい、本日のご紹介は以上になります。お店の方でですね、買い取り委託販売を行っております。お店の方にお問い合わせください。よろしくお願いします。